さんこんにちは、ゆうです。今回は買い物動画でございます。そして2015年最後の動画でございます。はい、いやー本当に早い1年でございました。2015年あっという間に過ぎてしまいましたね。ということでもうね、今日は12月の30日水曜日でございます。まあ今日含めても2日、あと2日で終わっちゃいますよ。2016年ももうすぐというところで、なんかしみったれてますけどね。今日買い物をしてきまして、買い物動画になります。で、届いてた、商品とかも紹介していきたいなと思います。はい、ということで、まあ、2015年を振り返ると、もう今年はね、ラブライブの、まあ、ラブライブ今年はっていうか、まあ、今年もって言えばいいかな、ラブライブのグッズをたくさん買いまして、で、今年は特にね、劇場版の公開もあって、グッズもねより多く買ってたんじゃないのかなと思います。はい、で、まあ、最近こちゅうさんもね、テレビやってた影響が大きいですけど、グッズもたくさんかな、まあグッズ買ってまして、楽しい1年でございました。はい、まあ振り返るのはこんぐらいにしとこうかな。で、31日に本当はね最後の動画出したかったんですけど、ちょっと無理そうだったので、今日30日で、2015年締めくくろうかなと思います。それでは行きましょう。まずね、注文してて届いた商品2つとも、ヨドバシカメラで、買いまして、すでに、袋からは出してあります。行きましょう。まず1点目、こちら仮面ライダーゴーストのロビンゴーストアイコン。こちらね、最近発売されたものではないんですけども、この商品が出た頃に僕が買えてなくて、で最近改めてチェックしたら売り始めてたっていうか、まあ再入荷してたのかな、ということで買いました。デラックス版をね、せっかくなら欲しいですから買いました。はい、でそうだそうだ、アイコンの動画何本かね作ってたんですけども、ちょっともう1ヶ月以上空いてしまったので、それらの動画削除してしまいました。すいません。ちょっとねこの間のカイチンの動画も1ヶ月以上空いたんですけど、さすがにあれは出したいと思ったので出したんですけど、まあちょっとゴーストはねいいかなということで、すいません消してしまいました。はい、なるべく遅れがないように頑張ります。すいません。はい、ということで2点目、こちらでございます。続いてはねこちら、じゃーん、モンストのビジュアルコレクション。これはね食玩でございます。1個いくらだったかな、100いくらかな、忘れちゃったけど、こんな感じで縦長のね、商品でございます。カード1枚入りって書いてあるんですけど、まあイメージしやすいとこで言うとクリアしおりみたいな。そしてそうだ、まあ、ちょっと関連で言うと、来年2016年一発目の動画はおそらくモンストになると思います。多分新年の挨拶動画をもしかしたら作るかもしれないんですけど、それを抜いてまあ一本目で言うと多分モンストのガチャ動画になると思います。もうね分かる方は分かるとは思うんですけど、2016年の1月1日から3日かな、長寿震災がありまして、新キャラ2体が限定キャラが追加、ガブリエルとカムイかな、が追加されて、特にガブリエルが欲しいということで、僕もね妹もそうなんですけど、クリスマスガチャがあるんじゃないかなと思ってオーブちょっとずつ貯めてたので、それをもう超重心祭で解放しようということで回します。2人とも、なので僕編妹編と作れると思いますので、そちらもお楽しみに。続いて、今日30日で、一昨日昨日ですね、28、29で小旅行に行ってまして、湯河原、まあほぼ箱根ですね、に行ってまして、これを買いました。お土産です。じゃじゃじゃーん、ドゥンドゥンドゥンドゥーン、ザース。はい、ロンギヌスの槍、ロングバームクーヘン、これです。これがお土産です。はい、これはね帰りのサービスエリアで見つけて、うわーこれいいなと思って、いいなっていうのはバームクーヘンがいいなっていうわけじゃなくて、もうこの箱がどうしても欲しくて買っちゃいました。確か1500円ぐらいだったかな。こんな感じで、わかるかな？ああ、こう、僕のね、顔ですんごい反射してると思うんですけど、すんごいね、光に反射するキラキラっていうのかな？なんか、そういったね、素材でできてるんですよ。おお、めっちゃ光っとる。もうこれが、いいなと思って買っちゃいました。まあ中のバームクーヘンに関してはみんなで分けて食べたいと、思います。アニメイトで買ってもの2つです。これは本当に今日買ってきました。まず1点目、こちらです。じゃじゃーん、ラブライブのス
ックフェスコラボシングルリリーホワイトです。はい、こちらになります。この CD は12月23日だからちょうど1週間前ですねに発売されたものになります。はい、プランタンのね動画まだ出せてないんですけども、すいません、なるべく早く出しますのでお待ちください。でリリーホワもなるべく早く出します。はい、ということでこちらでございますよね。ビビのジャケットも公開されてていいなという感じなんですけども、この3人だとそうだな、リンちゃんがいいかな。はい、リンちゃん狙いで開封していきます。続いて、そしてまあ続いてというかね、最後です。2015年最後の商品、何の作品でしょうか。いきたいと思います。はい、それはこちらでございます。じゃじゃーん、ちょっと隠れちゃってますけどね、ご注文はお席ですかの2期ブルーレイ第1巻でございます。はい、こちら12月25日発売ですね。はい、ちょっと見づらいですね。なんかね、店員さんが特定入れましたって言ってたんですけど、これかな、このポストカードサイズっていうのかな。で、あとはスタンプラリーとかが入ってます。よいしょ、これは何でしょうか。ちょっとまだ見てないです。せーの、おお、リゼ。ああ、これ、ブロマイドだ。この間ね、秋葉行った時に、オンリーショップ行って、それでブロマイドもらったんですけど、そっか、これは全店舗でやってるんですね。おおおお、なるほど。リゼ、いいじゃないですか。やった。リゼン来てる？リゼン来てますかね。ちょっとね、アニメ自体は終わっちゃいましたけど、いいですね。来ました。やっと。これは、リアルに嬉しい。はい。やったやった。で、ちょっと改めて、ジャケット。はい、こんな感じですよ。かわいい。これも動画作りたいと思います。こんな感じでございます。いやー、いいですね。で、さらに、これ買ったら、特典もらいました。こちらです。じゃーん。おー。これはなんて言えばいいのかな？クリアポスターっていうのかな？ってやつをもらいました。これ確かね、先着限定だから数量限定のやつだと思うんですけど、まだもらえましたね。嬉しい。これは結構嬉しいです。もうないかなと思ってたんですけど、ありました。やった。絵柄はね、こんな感じでございます。ちょっと反射しちゃってますけどね。いや、これはね、ちょうどこのサイズのフレームを買って飾りたいなというぐらいの可愛さでございます。いや、めちゃくちゃ可愛い。可愛いです。はい。でですね、今アニメイトでオーディオビジュアル祭りがやってまして、これね1000円で1ポイントだから CD、DVD、ブルーレイとか、まあ、映像曲、まあ、関係をね、CD、DVD、ブルーレイ買うと1000円ごとで1ポイントつきます。で、まあ、そのポイントで、特別なグッズと交換してもらうみたいな、いつもねよくやってるフェアだと思うんですけど、これがやってまして、僕ね何のポイントだ、あ、ラブライブのブルーレイとかのポイントで、今回買ったご注射のポイントで24ポイントぐらい貯まったのかな。で、どうしようかなって悩んでたんですけど、もうね30ポイントまでいけば図書カード、なんていうの、テレフォンカードかな、なんかカードみたいなやつでご注射もラインナップに入ってたので、どうしようかなって思ったんですけど、悩みまして、8ポイントの、ご注文お過ぎですかマグカップ、ティッピーの柄がねプリントされたマグカップを選びました。で、これなんか人気なのか、後日のお渡しになってて、2月の1日以降ですね、から受け取れるとなってますので、これも楽しみでございます。で、まだ残り16ポイント、あるので、貯めてまた何か交換しようかなと思います。はい、それもね楽しみなんですけども、はい、ということで買い物終わりでございます。はい、今年も、まあ、ラブライブがねほとんど、中心ですけども、たくさん買ったなという感じがいたします。はい、来年は、どうなるんですかね。これクリスマスの時にも言ったんですけど、3月でファイナルを迎えてしまうので、ただグッズは出続けるんじゃないかなと思うので、まあそのグッズを買ったりとかね、3月、まあだから4月以降ですよね、は買いつつ、その、まあ、時期にやってるアニメ、今だとそれこそご注射とか、ね、グッズ買い始めてますから、そんな感じで僕の動画はなっていくのかなと思います。はい、まあラブライブがね基本軸でしたからね、どうなるのかなっていう感じはしますけども、そのあたりもお楽しみということで、2016年も楽しみでございます。はい、たまっ
してるんですね。ちょっと、劇場版のラブライブのブルーレイの開封とか、それこそウエハースが多分一番優先だと思うんですけど、まだ開けられてません。クリスマス前に風邪ひいたからね。はい、それを本当に優先的に動画ポンポン撮ってなるべく早めにアップしていけるようにしたいと思います。はい、ということでちょっと長々となりましたが、買い物動画、そして2015年最後の動画でございました。皆様良いお年を、そして来年2016年も持ち合いによろしくお願いいたします。それでは今回はここまでになります。